ビル会長のカバンの中身抜き打ちチェックです。あこれ、ね、エルメスのリファなんですけど、出ました、アメリカンエクスプレスです。だけどこれ乗せれへんやつ。見せれへんやつ。スタプロ。後期スポーツとかやってた？僕はバスケやってましたね。あ、じゃあ半月板とかやってしょうがってやつで、僕はやりすぎて分離症っていう病気になって、しょぼい怪我でごめん。りょうさん、はい、ちょっと今日まだもう一個企画があるんですよ。ああ、そういうタイプですね。そうですね。あ、そっちのやつですね。はい、今回ちょっとりょうさんに言ってなかったんですけど、 SBL 会長のカバンの中身抜き打ちチェックです。ああ、なるほど、ぽい、 YouTube っぽいよ。なんでもう今から一切いじらず、はい、ちょっとカバンを持ってきてもらいましょう。あれやったからな、仕込んだみたいなやつもあるな。じゃあカバンを持ってね。汚いですよ。これちなみに、はい、カバンは、はい、どこ？これはエルメスですね。なんか話題のピコさんです。これハワイでたまたま見つけた。これ多分ないんよね、全然。これおいくらですか？買った値段はね、でも30万いかんぐらいやけど、多分ほんまに普通に買おうと思ったら、バイマとかみたいな60万とかそんなやつだね。倍ぐらいになってるんですね。そう、バイマだけにね。この馬もね、めっちゃ高いんよ、普通に買ったら。確かに見たことないかもしれないです、ね。そう、これもね、多分ね、7万と6万とかなる前で、多分倍ぐらいはする。バイバイやったらね。ないからね、っていうかそもそもないから。中身を一つずつ出していきますね。はい、押し込んだみたいにならん、これ大丈夫？これね、サウナハットです。あ、なるほど、はい、押し込んだみたいなね。さっきに続きサウナ愛が。いや違います、あのサウナ帰りなんで、サウナ行ってからの見てないと思うんで。だからあのこのね、2セットがね、大体半分ぐらいがマジでカバンに入ってます。まあちなみに言うと、今日これでよかったけど、サウナって書いたバッグがあって、それ持っている時もあります。すごいですね、真のサウナーですね。ね、それ持って飲み行ってたことある。恥ずかしい。皆さん、あのこれ以上何もおもろいの出てこないです。いや、でもリアルをお伝えしたいなと思うので、ね、何もないな、ないな、何もないな。ありがとうございます。じゃあちょっと一つずつ聞いていきましょうかね、はい、そうですね、今日のカバンの面白ポイントはまずこのサウナハット、あと僕今カバンからガシャーン出したでしょ、はい、これ以上笑うことは何もない。今笑えなかった人は多分今から笑わないので、はい、登録だけして消してください。これってご自身でやられるんですか？いや、ね、僕ね、基本的にワックスをつけないんですよ。おヘアメイク、今日ももちろんヘアメイクってるんですけど、そうするとたまになんかこう、うんねってなってくるんで、それだけちょろっと直すだけのやつで。だからなんでワックスをつけないっていうこだわりが、頭洗いにくいでしょ。でこれつけるときもそんなつけないんで、見ます一回、ほんまに新品同様の、本当に先っちょだけちょびっとやってる、ま、そうそうそう、ほんまにちょろっとつけて、もうほんまここだけとか。すごいですね、うん、それもずっとですか？そうですね。あとね、なんか酔っ払って寝て起きてワックスついてるの気持ち悪くて嫌なんですよ。この話理由あるかな。大谷さん、はい、まあね、気持ち悪くなるんで。結構飲まれるんですか？いやー、あれですね、胃もたれですね。油がね、40万円なんだ。一番多分皆さんが気になるであろう財布の中身を。全然わかんかもしれん、これ。全然面白くないかもしれん。全然面白くないですね。本当ですか？何ですか？あれも全然入ってないし。リアルをお伝えしたいんで、はい、カード見せてもらってもいいですか？カードですか？出ました。アメリカンエキスプレスです。番号だけ消してください。はい、もちろんです。僕たち的には多分キャバクラの名刺とかが入ってるのが。あー、ないっすね。あの、これですかね。サウナのポイントカードと。名刺入ってる？あったけど、これ乗せれへんやつ。見せれへんやつ。赤いやつ。キャバクラ自体はよく行かれるんですか？付き合いとかでですかね。付き合いじゃなかったとしてもね、付き合いって言いますけど。そうですよね。ね、これで付き合いじゃないですとはね、ならないので、ね、確かに。はい、現金もちょうど面白くないぐらいしか入ってないですね。結構普段これぐらいなんですか？いや、もっと入ってないです。あ、もっと入ってないですね。うん、そうですね、自分信用してないんでね、落とすんで。なるほど、落とすんで。で、いつもカード派ですか？カードですね。でもこれも多分もうこのままね、10日ぐらい入ってると思います。このまま。あんま使わないんですね。だってカードとかもうピッて終わるでしょ今。確かに、うん、もう現金いることの方がね、少なくなりましたね。全部キャッシュレスで。最近ではそれも考えて、今ちょうどたまたまキャッシュカードがあるけど、キャッシュカードもいらないなってなって、でなったら財布いらへんなってなって、だからあの主要なカードはあのこっちの方に入ってて、使う方の使う方。なるほど、まあ、こっちのカードも使わへんし、だからこれがあれば生きていけます。その代わりスマホ落としたらもう全て終わります。爆死します。必需品で言ったらまあなんかリップぐらいですかね。でどちらのリップですか？これ、ね、エルメスのリップなんですけど、他の同業のオーナーさんに勧められて買ったらまあいいんで。何が違うんですか他と？肌触りですかね。なるほど。大丈夫これ？気持ち悪くない？大丈夫？さっきカバンをガシャーンってやったので、もうほんまに終わってます。
たまにね、あれとか持ってるんですよ。有吉の壁でピンポーンってなたまにあれ持って遊んでるんで、たまにある時あるんで、その時はよかったな。飲みに行ってるとたまにね、酔っ払ってると自分に向けてブーってやるならこうやって飲むっていうはい、はい、ありがとうございます。スタプラ、ご視聴ありがとうございます。ほんまに抜き打ちということで、ほんまに面白いものが出てこないというまさかのあれになりましたけど、まあなんとなくサウナ好きっていうのがね、今回のこの2個の撮影でね、なんとなく浸透してきたんちゃうかなと。別にキャラでやってるわけじゃないけど、こんな感じでね、うちのちょっとイケメンプレイヤーとか、他のホストクラブのオーナーさんとか、あとね、できたらね、この辺の街歩いてる女の子とかのカバンの中身とかチェックしていこうかなと思います。はい、そんな感じでやっていきます。ピリオの好きにやっちゃってありがとうございました。